皆さんこんにちは。消費生活アドバイザー一次試験合格講座全体構造消費者行政生活分野の第1回講義を始めます。レック講師の浅田健吾です。よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんですね、全体構造の消費者行政生活分野というところで第1回目はですね、こちらの方ですね、公式テキストの1の方を3時間お話をさせていただきます。したがって皆様ですね、お手元の方にこちら今画面出ております公式テキストの1ですね、こちらの方をご用意ください。よろしいでしょうか。公式テキストの1ですね、こちらを用意してください。で今回ですね、初めてということで入る前にですね、少し試験の概略の方のご説明の方をさせていただきます。画面の方を見ていただければと思います。今映っておりますね、消費生活アドバイザー2022年度の試験の概要にございます。でこちらの方申し込み期間ですね、よろしいでしょうかね。7月1日から8月31日受ける方はお間違いなくということになります。でこちらの方なんですけれども、全国のパソコンなんか教室なんかを使いなして試験日4日間ありまして、その中から一次試験の方ですね選択していただく形になります。ですからここに書いてある日にちの中から選んでいただくということになります。で二次試験の方はこちらの方論文と面接試験になっておりまして、こちらの方は日にちの方がもう11月27日という形で指定されておりますので、こちらの方ですね論文試験の後に面接試験がございますので、11月27日は挙げていただくとよろしいかというふうに思います。したがって一次試験の方ですね、こちらの方はこの4つの中から好きなところを選んでいただく。一方二次試験に関しては日にちが決まっているということになります。よろしいでしょうかね。こちらの方ですね。じゃあですね、あと皆様ですね、勉強していくにあたって一冊ですね、参考書というのかおすすめの本をご紹介させていただきたいと思います。すでに公式テキスト1から4はですね、お持ちいただけるとは思うんですけれども、それ以外にですね、こちら暮らしの豆知識というものになります。こちらの方なんですけれども550円でですね、大手書店とか、例えば Amazon とかですね、国民生活センターのホームページからとかいう形でお買い求めいただくことができます。でこちらの方なんですけども見開きですね、1ページ完結の分かりやすい文章でですね、出ております。こういうものも参考にしていただきながらですね、勉強の方も進めていただければと思います。論文対策とかになるかと思います。中身の方がですね、少しね、著作権の関係がありまして映し出せれませんので、こちらの方ですね、暮らしの豆知識というものを少し頭の中に入れていただいて、できればご購入いただき、空いている時間とかですね、勉強なんかですね、やってる中で少しですね、気分転換というか方向性を変えてこちらの方の暮らしの豆知識ですね、こちらの方を使って隙間時間なんかに読んでいただくと論文対策にもなるのかなと思っておりますので、こちらの方をご紹介させていただいたということになります。で甚だ簡単ですが試験概要とですね、私の方からおすすめ参考書という形でお話の方をさせていただきました。で早速ですね、こちらの公式テキスト1ですね、こちらの方のお話を3時間ですね、させていただきます。だいたい1時間ぐらいでブレイクを5分という形で取ろうというふうには思っております。で基本ですね、今も早口なんですけれども、この公式テキスト1、2回目は4になります。2回目は4を用意してください。今回の3時間は1だけで結構です。2回目は4ですね。この公式テキスト1とか4を見ながらやや早口で説明します。聞き逃したところは収録講義ですので止めて聞き直してメモなどをしていただくとよろしいかと思います。どうしても限られた時間なので皆様にですね、いろんなことをお話ししたいものですから早口で言いますので止めていただいたりですね、これが収録講義のいいところですからね。あとはですね、なるべく手を動かすというのが大事かと思います。3時間長いですから手を動かしながらですね、脳を刺激して聞いていただくといいのかなと思っております。これはね、脳トレの先生とかが言っておりますのでね、手を動かした瞬間に脳が動くと。手を動かさないとなかなか脳が動いてない、ただ聞いているだけでは脳が動かないみたいなのでね、皆様は僕の話すことをテキストなどにメモしながら聞いていただくということになります。あと何分ですね、180分しかございませんので、テキスト全てお話しすることはできません。ポイントを絞ってお話をさせていただきます。あとテキストなんですけれども、例えばですね、どこでもいいんですけども、はい、例えば今映させていただいたのは29ページですけど、下の方にですね、これ見ていただきますとキーワードっていうのがこのテキストに載っております。でキーワードなんかでですね、わからない用語などはパソコンやなんかでですね、検索などしてですね、調べてもらうとよろしいかと思います。これは周辺知識調べることによってですね、少し遠回りに感じるかもしれませんけど、周辺知識やね、関連用語やなんかも自然と目にすることがありますので、ご自身でね少し調べながら、キーワードなんかを勉強の方も進めていくとよろしいのではないのかなというふうに思います。では早速ですね、テキストの方皆さんご用意していただいていいですね。はい、進めていきたいと思います。私もテキストを見ながらということになりますので、皆様もですね、同じところを広げてやっていってください。はい、じゃあ、3時間もう5分ぐらい経ってしまってますので、ね、3時間こちらのテキスト、公式テキスト1の方を見ていきます。でまず最初はですね、消費者問題の発生、消費者部門になります。消費者問題のところのですね、発生というところを見ていきたいと思います。まず10ページですね、よろしいでしょうか。公式テキスト1の10ページです。最初まだ慣れませんのでね、何回か言います。公式テキスト1の10ページです。タイトル消費者問題とは書いてありますね。この中で括弧1、消費者とは誰かというところになります。そちらのですね、よろしいでしょうか、右側見てください。右側ですね、右側の右から右側ですね、下から6行、12345 6行ですね。はい、生活者はというふうに書いてありますね。で生活者はうんぬんかんぬん書いてあって、そこから3行下がっていただいて、これ生活問題となると。その後ですね、下から1234行目、消費者問題は消費生活に関わる生活問題の一部である。このため消費者と生活者とは区別しておこうということで、基本的にですね、生活者と消費者ではですね少し違うということになります。例えばですね、身近な例で言いますと、ゴミのですね出し方は生活問題ということになるわけです。生活問題になるわけですね。一方ゴミの削減とかですね、そういうお話になってくると、どちらかというと消費者問題ということになるわけです。で我々がですね勉強するのはもちろん消費者問題ということになりますので、時々ですね論文試験やなんかでですね、消費者問題と生活問題を間違えてね、生活問題のことをですね必死に論じる方とかいらっしゃるんですけれども、またこれは論文対策のところでも言うんですけれども、基本的には聞かれていることをしっかりと、お答えする形になります。その前提としてですね、ここに書いてあるように、生活問題と消費者問題はまあ少し切り分けて考えていただとよろしいんではないのかなというふうに思っております。はい、じゃあここはこれぐらいにしまして、じゃあ次テキスト11ページいいですかね。公式テキスト1の11ページですよ。皆さん公式テキストの1大丈夫ですかね。こちらの方開いてますか。こちらのテキストですからね。はい、見ていきましょう。はい、この11ページ括弧4です。各領域における消費者問題ということで、消費者問題について我々はですね扱っていくということになるわけですね。こちらの左側になります。左側いいでしょうか。はい、そして括弧4のところですね、現代における消費者問題のですね、構造的な問題ということで多田先生はおっしゃっていると。で4つの構造的な問題があるというところですね。はい、よろしいでしょうか。まずは構造的な問題が消費者問題にはあるというところですね。構造的というところですね。あとはその4つ分類されているというところですね。その辺のところを少し押さえていただければと思います。これなかなかね4つね全部押さえるのは難しかったら、まあ、消費者問題については構造的な問題があるんだよということをまず大きく見ていただければいいかなというふうに思います。問題が4つあるということですね。はい、それがですね12ページの図のところに書いてございます。よろしいでしょうかね。一番上12ページの1の1と4つのこの領域問題があるよというところでございます。でそちらですね12ページ左側の方を見ていただきますと、上から12345 6行目ですかね、段落下がったところで企業事業者には商品やサービスのというふうに書いてありますよね。で、これコンプライアンスですね。コンプライアンスも皆さんご存知のように法令順守という形になります。企業は、ね、会社やなんかは、ね、利益を追求していくですね、法人なんですけども、やはり法律は守らなければいけないというところですね。コンプライアンスの重要性についても書いてあるということになります。